皆さんおはようございます。淡井圭介です。本日2024年、5月1日朝の6時53分なんですが、数日前に、大川瀬ダムと、そこから、流れ出てる、その先で、まあ、東条川となる、河川とあと東条湖、鴨川ダムというところですね。そちらの方からまあ、そちらの方のダムだとか、まあ、そこからの東条側から、まあ、河口側に合流する近辺のところまで、撮影しに行ってきました。これは河川水門解析ダム発電などの、あの設置場所を、先に、特定しておくことと、あとは、まあ、耕作放棄地だったりだとか老朽化していて、解体対象である建物だとか、そこは金属回収地点だったり、まあ、解体した木材が出てきますので、かまど発電だったりだとか、かまど発電に関しても、あと、まあ、例えば三田市のつつじが丘の、まあ、中学校や小学校、こういったところに、かまど発電を設置してはどうかと、もしくは薪ストーブだと、いうことを、説明させていただいています。で、途中で説明の時に、その河川水門解析ダム発電の設置場所、まあ最初1箇所目、まあ、1つ目はここっていうようなことを言ってるんですけども、そこは訂正しておきます。もっと撮影していった中で、完全に山の中、民家がなかなか見当たらないような、ところで、まあ、道路から河川まで、そこまでまあ大体15メートルぐらいありそうな高さのところがあるんですけども、そこに、1問目を設置すると。まあ、途中で、直径5メートルぐらいの水車を設置したらどうかと、まあ、落差があって、それなりの水の量が流れ込んでる地点があるんですけども、そこは、もう水車設置しなくていいです。で、ただ、その部分で、17分か、まあ、それぐらいのところに、そういう地点があるんですけども、16分か、流れてる水の量を、ね、見ていただいたら、晴れの日でも、大川瀬ダムから東条湖ダムの間でたったあれだけの距離であんなに、水がたくさん流れているのかと、まあ晴れの日でも、そこはちょっとね、注視していただきたいなと思います。それでは、どうぞ動画の方をご覧ください。 あと途中でですね、まあ耕作放棄地とかもたくさん、撮影現場出てくるんですけども、加東市という、兵庫県加東市というところを撮影してるんですね、主に。で、バスがほとんど走っていません。1日に数本です。ですので、まあもちろん多くの人は、車を乗るのをやめて、電車バス等に切り替えてもらったらバスの本数とか増やせるんですけども、ただしもともと民家の数とかが少ないですので、バスというよりも、その馬車を走らせて、あと加東市は畑が本当にたくさんあるんです。で、田植えっていうのは基本的に5月ぐらいからであって、それまでにある程度草生えてくるんですよ。だから、まあ、馬車でね、その移動とかしてもらって、その大間さんにはその生えてきてる草を食べていただくと。じゃあ、まあ、田植え終わった後、大間さんの食料はどうするんだということになるんですけども、その畑のね、サイドのところから生えてくる草だとか、ああいったものもだんだん伸びてくると範囲が広がってきて畑の中まで生えてきますので、そういった畑の周りにね、生えてきてる草を、大間さんに食べていただくと、それを食料としていただくと。まあ、他にも食べていただきたいようなところ、結構ありますので、そういったところの草を、大間さんに食べていただくと、まあ、例えば競走馬で、生活を終わられた馬とかを、まあ、加東市のようなところに、次々、配置して、まあ、騎手の方とかも、そちらの方に、
まあ、親の介護はありますからね、その親の住んでる地域からある程度近い地域で、もしくは、まあ、ちょっと離れてますけども、そういうところで畑仕事をしながら、その馬車でね、人を運ぶっていう仕事、ついてもいいよと。あと、かまど発電とかで、薪拾いだとか、そういったところを協力しますというような方にね、まあ、仕事として、担っていただいたら、しっかりと、お給料を渡していただいて、まあ、活動していただけたらなと思います。まあ、お給料というか、まあ、農業の場合は、政府から補助金というか支援金というか、まあ、そういったものがついて、できるものなんですけども、あとは、まあ、自分の自宅で、かまど発電しながら売電などを行ったりだとか、その馬車を引いての、運賃とかね、まあ、最初はなかなか、その人が乗られる方いらっしゃらないとは思うんですけども、まあ、車を使用される人たちをね、政府やテレビ局からの呼びかけで、少しでも、まあ、車手放してもらって、そんなにの残り石油とかが少ないんだったら、そういうふうにしますと。ね、石油に関して一応こちらでも説明しておきますね。ホームページ、淡井圭介の履歴の36番を見ていただいたらよくわかります。一応この場面でも説明しておきますけども、ガンダムの生みの親、富野さん、現在年齢80代だなんですけども、あの方が、若かりし頃は石油の技術的採掘可能埋蔵量80年。僕は1977年生まれなんですけども、僕は20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃ですね、その頃で石油採掘可能埋蔵量69年分、2011年のデータで、残り59年分、2022年のデータで残り54年分、それと、ガスに関しては、技術的採掘可能埋蔵量、2022年ぐらいのデータで残り49年分です。基本的に天然ガスの7割は石油の揮発したものなんです。だからもうあんまりエネルギーに余裕がなくて、最後まで、石油を、たくさん、購入させていただいていた国がね、売ってくれるかって言ったら死活問題ですから、日本ごめん、もう仲良しに今までしてきたけども、もう売られへんわと。自分の国の国民からも売らないでっていうこと言われてると。自分たちが、石油が尽きたら日本でもどうなるかって言いますと、物資を運ぶ手段がほぼありません。トラックとかの稼働が止まりますから、電車もそうですけども。そうするとどうなるかっていうと、スーパーマーケットに食料がなくなって、餓死します。もともとカプコンさんのそのバイオハザードっていうゲームも、1のところでね、タンスとか引き出しとかを館の中で調べていたら、かゆい、うまいっていうワードが出てくるんですけども、あれ何を示してるかって言ったら、エネルギーの残存量が尽きた時の状況を示してるんです。要するに、最後の方、腐りかけの食料とかを食べて、もう栄養不足でフラフラになって、肌がただれてかゆくて、かいて、で、じんましんとかが出て、で、それがゾンビっていう表現なんです。だからもうカプコンさんとかももともとそういう話を知っていて、本当はバイオハザード作ってるんです。これはちゃんとカプコンさんも同じ意見です。まあ、カプコンさんの全社員に聞かれても、その話知ってる人と知らない方がいらっしゃいますので、まあまあ大体の方は知ってるとは思うんですけども、まあ、ちょっと余談になりましたけども、それではどうぞ、動画の方を見てください。2024年4月27日、大川瀬ダムの近辺まで今来ています。JR 宝塚線で、愛の駅を降りて、こちらからバスが、出てますので、まあ、この辺りまで、バスで来れます。で、今歩いているところが、まあ、この辺りなんですけども、つつじが丘に、この辺りに中学校があって、この辺りに、小学校等があるんですけども、間にも、あったかな、小学校は何せこの辺りにあります。あと中学校はこの辺りにあります。で、その近くなんですけども、ああいうふうに、枯れてる木などもありますし、
まあ、こういうふうに、倒木があると、まあ、いくらでも、近辺から、薪は集めれるんで、両方とも薪ストーブにしといて、まあ、誰か係員か、まあ、校外学習的なところでね、まあ、こういうふうな枝とかだったら小学生の方でも、持って帰れると思いますんで、こういうのを持って帰ってもらって、薪ストーブにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。基本的に今回河川の撮影ですけども、そういうふうな内容も込みで、いろいろ撮影していきたいと思います。それでは、大川瀬ダムの方へ行ってみたいと思います。大川瀬ダムから流れてきている水のようですね。左手の方、結構、水が流れ込んできています。見えますかね。だからこういう風に撮影した方が分かりやすいかな。ちょっと待ってくださいね。今どの辺りかというと、まあこの辺りですね。この道ですね。で、ここに先ほど の, 河川に合流するような形で大川瀬ダムから水が流れ込んできています。まあ、先ほどから歩いてきている道なんですけども、まあ、相変わらずこう倒木や、枯れてる竹などがものすごい数があります。まあ、両サイドですね。中ちょっと入ってもらったらね、枯れてる木とかいっぱいあります。あれは、まあ、あちらは倒木ですね。まあ、薪に困ることはないですね。こちらが、大川瀬ダムです。大川瀬かもしれません、読み方。高低差、これぐらいあります。まあ、左の方が、まあ、水が少し流れてきてますけども、多分ろ過して、余った水が、流れてきてるんだと思います、こちらの水を。で、ダムというものは河川をせき止めてダムを、作ってます。で、あちら左手の方と右手の方、指さした方が右手ですね。こちらが左手の方、その奥が、まあ、これが大川瀬ダムなんですけども、こういうふうに奥の方まで、河川が続いていると、まあ、こういうふうな形ですね。こちら次のページのところの大川瀬ダム左手の方の上流、まあ、笹山近くぐらいかな、笹山ぐらいまで、笹山市に入ってますね。笹山市まで両方続いています。そして水を、貯水していると、まあ、こういうふうな形ですね。まあ、ここも まあ、あちら水系がありますね。まあ、あたりとかも手話株式会社の仕事で、という売りに、行ったことありますので、すぐ近くの辻が丘とかまあメインになってくるんですけども、あの辺りでもちょっと買ってくれるお客様が、あちらの方でまあ2軒ほど、まあ、あちらの方で1軒ほどありましたので、まあ来てた次第ですね。では、あちらの方の河川、まあ、下っていきながらまあ撮影していきたいと思います。あちら合流している河川です。あちらが先ほど撮影していた、大川瀬ダムですね。で、もう少しあちらの方に、行って、門をどのあたりに設置するか、まあ、貯水量ですね、まあ、向こうの方からこちらの河川の、ある程度の上流のところまでと、あちらの方まで水が溜めると、まあ、そういうことになってきますので、もう少し先まで行ってみたいと思います。あちら、これ、大川瀬ダムのすぐ横、手前の方にある、まあ、水を流れている、まあ、小さな河川、まあ、あちらからも水が流れ込んできていて、まあ、山の水が集まってきて流れ込んできているんだと思うんですけども、ああいったところも、何か発電機、設置した方がいいでしょうね。そこ、もう少し先の方で、もう少し水路が狭まっていて、まあ、水の量はそこそこありますんで、何台か置けば、それなりに発電できると思いますね。小水力発電の方の器具でいいと思います。それと先ほどの小さな小河川のすぐ前、こちら老朽化して、ほったらかしになっている家屋ですね。こちらもですね、辻ヶ丘の小中学校、必ず発電化できるかもしれないですね。木がとにかくものすごくあるんで、これ歩いてもうすぐ近くなんですよ。小学校の方から、中学校の方はまあ向こう側の方の、山のところから集めてもらったらいいんですが、まあ、こういったものも撮影していきます。で、耕作放棄地です。まあ、あちらが先ほど撮影していた建物で。で、
まあ、水がこちらの方に流れてきていて、まあ、こちらの方にも流れているというところですね。まあ、この辺りの近くの農家さんに、耕してもらったらいいんじゃないでしょうか。国の方で、許可を出すような形で。先ほどの地点から歩いて、まあ、向こうの方から歩いてきたんですけども、ここも、ほったらかしになっている家屋ですね。まあ、あちらの家屋もそうですけども、金属回収地点でもあります。まあ、ここもそうですね。手前の方にあの金属とかありますので、あちらもそうですね。河川の名称が東条川です。あちら大川瀬ダム、まあ、まだ歩いてきてあんまり距離、経過してないんですけども、まあ、ああいう風にね、サイドのところから、水がこうずっと流れてきてると。あと河川の底も一回コンクリート化した方がいいでしょうね。基本的には岩盤地帯なんですけども、まあ、どこかで、水が抜けていそうな箇所を何箇所か、見かけました。あと、まあ、溜まってる、土砂を、まあ、回収ですね。門を作るとしては、まあ、どの辺りかっていうところになってくると思うんですけども、もうちょっと先の方だと思いますね。今のところなだらかなので、まあ、ここの橋のところはまずスルーしておきますね。あちらが、東条川なんですけども、まあ、こちらが先ほどから撮影している、まあ、小さな河川なんですけど、ここも落差があって、小さなような形のものを、まあ、設置したらそこそこ発展できそうですね。もちろんギア引きでですね。たぶんあちらも空き家だと思いますね。老朽化して、解体会社の建物だと思われます。一応撮影しておきます。東条川の、2つ目の橋ですね。大川瀬ダムから見て、でまだこの先も、まあ、あちらが下流なんですけども、加古川に向かっての、なだらかなんですけども、高さなんですよね。水を貯水する時の高さ、高さ的にはこの辺りの方がいいかもしれないですね。まあ、高さ、まあ、10メートルもないとは思うんですけども、まあ、もうあちらに設置して、まあ、7メートルぐらいですかね。あのサイド の歩くところ、空いたところに照準合わせて、で右側を、岸壁工事ですね。それで、まあ、あちらの、大川瀬ダムのところまで貯水すると。まあ、これは一つ目の案ですね。まあ、まあ、まあ、その方向性の方はいいですね。その方が貯水量はたくさん、確保できそうなんで、満水にしたとき。向こうだと、両サイドの高さがないんですよ。だからあんまり高くできないんで。で、まあ、20cm×20cm と、1m×1m、3m×3m、5m×5m、5m×5m のところは、もう、地下水流ストレートトンネル発電型にしないで、ただ、まあ、一門、まあ、設置しておくと、まあ、そういうような形ですね。先ほどの橋の下を見、横から見るとこういう風な高さですね。だから、まあ、まあ7メートルぐらいが限界でしょうね。もしかしたら5メートルぐらいかもしれないですね。こちらも、まあ、水車のようなものを、設置して、発電できそうですね。ギア引きで。あと、まあ、出口がこちらで、これが先ほどの、東条川です。先ほどの小河川として撮影していた場所の出口はここですね。まあ、ここにも、まあ、水車型にするか下の方に置いて、まあ、これだけ、まあ、水が普段から流れているのであれば、結構ギア比つけたら発電量あると思いますよ。高低差がだいぶありますので。先ほどのところからすぐ横に降りていける階段があります。まあ、一回下は整地しといた方がいいですね。という時間の経過だと思いますけども、まあ、土砂が堆積していると、まあ、こういう風な形ですね。だからそこから水が見てもらったら分かる通り抜けていってる可能性があるんで、河川の底のコンクリートか、これは必須ですね。土砂を、抜けて、もちろん人間のスコップとか使ってですよ。重機とかはなしです。燃料が、石油が消費されますから。まあ、こちら農家さんのビニールハウスなんですけど、電気使用されてるみたいなので、まあ、先のところに、ギア付きの水車などを設置して発電すれば、とても効率よくなるんじゃないですかね。
電気使用されているみたいですので、今時期は4月の下旬です。まあ、東条大川の次の、橋なんですけど、まあ、ここはスルーですね。で、その隣が高坂放棄地なので、まあ、あの農家さんに、何かしていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、ビニールハウスの横に灯油を入れておく、タンクありますけども、まあ、ああいうものを使用して灯油炊いて、中を温めてるっていうこともあるかと思うんですけども、まあ薪ストーブにしてもらって、まあ、ついでに発電しながら、まあ、ビニールハウスの中を温めてもらうとできるだけ灯油を使用しないという形に変えてもらえるとありがたいですね。こちらはまた別の、水路ですね。まあ、こちらは高さが2メートル近くあると思いますので、まあ、水車型、家引つけてで、まあ、あちらの方もまあ、そういうふうな設定をすると。で、あちらの方もね、ああいうふうに出てきてますんで、あちらもそうですね。先ほどあちらから、歩いてきてるんですけども、あちらが、道場側ですね。まあ、こちらもロープ張ってるので、これも、人が住んでない、家でしょうね。解体対象の建物です。道場側なんですけども、まあ、河川の底から、まあ、土砂が堆積して、まあ、木とか竹とかが生えてるんですけども、この辺りの土砂も全て撤去ですね。あと河川の底でその岩盤地帯じゃなくなってしまってるところ、そこは抜けてるところが何箇所か出てくると思いますんで、その河川の底の土砂を、まあ、取り除くときに、そういったところを埋めていくと、まあ、その上を、コンクリートで、まあ、水がそこに染み込まないようにすると、まあ、そういうような、形ですね。まあ、次の門作るところはもっとだいぶ先になると思います。それと、まあ、途中から、再度岸壁工事が必要になっていそうですね。まあ、あの辺りも水が抜けていってる可能性がありますんで、とにもかくにも岸壁工事は必須ですね。またこちらの方にも何か、小河川のようなものがありますね。もともと砂防ダムとして作ってたのかもしれないですね。まあ、水の量はほどほどなんですけども、うまく、高低差を利用して、間の方をちょっと両サイドを狭めるような形にして、まあ、水が中央から、両サイド20センチぐらいから水が落下してくるような形にしておいて、まあ、その下のところにギア付きの水車を設置。まあ、電線が走ってるのでね、簡単につなげれると思います。まあ、とにもかくにも発電を、早くしていくと、まあ、そういうことが、目標です。もう完全にこの辺り山の中です。まあ、次、東条湖という泉があるんですけども、まあ、その辺りのところぐらいまで行かなきゃならないんじゃないかなと思っています。次の門の設置場所ですね。まあ、ここもロープ張られているので放置されてるみたいですね。入り口はもうこういう風な状況ですので、まあ、こういったところも、まあ、解体対象の建物ですね。あれは何でしょうね、もともと貯水タンクだったんですかね。あの建物上から見るとああいう形です。まあ、金属回収地点でいいと思いますね。そこそこ金属出てきそうですし、まあ、あちらもそうですね。で、あちら落差あるんで、あちらは、まあ、水車型の、両サイド自然と岸壁が横に出ていて、あるんで、まあ、あちらは大きな水車、まあ、直径5メートルぐらいの水車で発電したらいいんじゃないですかね。ギア引付きで、まあ、電線はすぐ近くにあります。あと大きな電線もあるんで、電圧云々ですね。水量、晴れの日であれですから、雨降ったら、両サイドの高さ、上のところまで、来て、水が流れ込んでくると思います。ですので、まあ、だいぶの水車のギア比、かなりの発電量っていうのを見込めますね。これ、晴れの日で、水量です。まあ、道がありまして、まあ、脇道があるんですけども、あちらも多分もう放置されている建物だと思われますね。まあ、所有者の方いなかったら金属回収地点ということですね。
松ぼっくりとかが結構落ちてるんですけども、まあ、かまど発電とか火起こすときに、まあ、こういうふうなもの、こういう小さな枝とか、こういったものをしっかりと乾燥させて、あと松ぼっくりもね、すごく着火しやすいんですよ。すごくカラカラに乾いた松ぼっくりは。そこから他のある程度の太さの、乾燥した、木の枝に、まあ、火をつけていくと、まあ、その辺のところは僕のホームページの下の方のところに、薪の割り方とあと火の起こし方の動画にアクセスできる欄がありますので、そちら見てもらったら分かりやすいですね。本当にこういう風な木とかいっぱいありますよ。もう木なんかいくらでも手に入ります。ちょっとね途中でね、その、まあ、道がああいう風な道なので、東条川自体がどうなっているのかがわからないんですけども、まあ、結構今音がするので落差あると思うんですけどね、ちょっともうちょっと先から見て、どうなっているのか、その水車のようなものを設置できるのか、できなさそうなのか。まあ、音が聞こえていたところがあの辺りなんですけども、まあ、水量、もともとたくさん水が流れていた落差のあった直径5メートルって言ってた水車を設置する場所と比べたら水の量減ってるような気がしませんか。あとこちらの方もですね、まあ、その河川の底をですね、コンクリート化をしなかったら水が、そこに抜けていってると。で、地下の空洞化、これはホームページは池江介の97番地震についてを見てもらったら分かると思うんですけども、地下資源の採掘だけじゃなくて、河川の底から水が抜けていって、地下が空洞化していって一斉崩落が起きて、地震が発生していると、こういう可能性がありますんで、まあ、どちらにしてもね、貯水するときに、河川の底、しっかりと、水が抜けないようにしておかなかったら、水がもったいないんで、まあ、そういった工事は、求められますね。で、まあ、水門を向こうの方に設置してという形になってくると思うんですけどね、まあ、これいろいろ撮影してみなかったらなかなかちょっとね決めづらいんですけども、さっきみたいにね直径5メートルの水車の設置場所みたいにあれだけ落差があったらね、そういう風な判断しっかりとできるんですけども、まあ、この辺りも所々で段になってるだけで、まあ、水車を設置するほどじゃないですね。まあ、向こうの方にも設置して、水を貯水しておいてという形になりますね。で、上流の方に両サイドにたくさん土砂や草とかありましたけど、まあ、草は抜けておくとして土砂に関してなんですけども、こういうふうに底のところが、だいぶへっこんでしまっているところはなだらかにするために、こういったところに土入れしてもらったらいいです。その両サイドの土集めてきて、ただまあ向こうの方から、まあ、1キロ程度の距離ですからね、簡単に運べると思います。ああいう風な箇所が結構あるんですよ。平らにしておかなかったら水がしっかりと先の方に門を作ってもそちらの方に水行かないでそこに溜まったままになってしまいますんで、そういった工事は、必須です。これ土砂を、あんまりその遠くまで運ばなくていいんだな、その簡単にできることなんだなっていうことを、理解していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ河川の、まあ、内側に、こういう風な立派な一本杉、まあ、杉の木ですかね、まあまあ一本のまっすぐに生えてる木がありますんで、まあ中にはかなり丈夫な木、良い柱になってくれそうな木があると思います。こういうのいっぱいあります。で、まあ先の方に、どのあたりに水門を設置して、水位がどのあたりまで来るのか、まあそういったことを、ある程度考慮してっていうことになるんですけども、まあ、ああいうふうなそこの方にあるああいうふうな木とかはもう完全に伐採ですね。あのあたりのところとかは、こちらはですね、河川の底に倒木という状況ですね。もう弱ってきてる木とか、あと傾斜角度を考えて、まあ台風が来た時とか、倒れそうな、木っていうのはもうあらかじめ、しっかりと伐採しておくと、まあ、こういうことですね。まあ、ああいう木はしっかりと、回収して乾かして、まあ、かまど発電機ですね。ですね、両サイドこちらの方多分、まあ、少なくとも、向こうの方は、岩ですね、岩壁が、
これがね、結構先の方まで、続いてるみたいです。まあ、手前の方がどうなってるかわからないんですけども、まあ、手前の方は特にあのこう道路があるので、岸壁工事はしっかりしておかなかったら、地震とかでこう崩れてね、河川にこう落下してるような映像とか皆さん、見たことある方はあると思うんですけども、そういうふうな現象もあるんで、手前の方はね、しっかりと岸壁工事はしておかなきゃならないですね。ある程度の高さまでいいですから。それとも岸壁なのかな、ちょっとこれは河川の底を降りて反対側から見なかったらちょっと分かりづらいんですが、で河川の底にですね、ああいうふうな大きな岩が結構あるんです。でああいうふうな大きな岩を、まあクレーンで釣ったりなどして、まあ、手前の方に石垣を組むときに手前の方の一番下に置いておくと、一番下を丈夫な大きな岩にしておいた方が、まあ、崩落、砕けるっていうのがいずれは来ることなんでね、一番下を、大きな岩で、補強しておくと、まあ、こういうふうな考え方ですね。ただあんまり大きすぎる岩はもう申し上げなくていいですよ。あそこまで大きいものだとか、まあ、この辺りもだいぶ薪というか、まあ、こういうの金属関係のゴミとかも結構落ちてるんですよね。こういうのも回収したら結構な量の金属集まると思いますよ。人通りの僕の撮影してる河川、その地域全部、拾ったら、こちら右手なんですけども、次ああいった箇所を発見しました。まあ落差はそこそこあるので、下の方のところに、上の方ね、かなり落差ありますね。見ますかね、ちょっと木が邪魔で見えにくくなってると思うんですよ。あの辺り水が流れてるんですよ。でそのところ落差は数メートル、3メートル以上は落差あるでしょうね。さあ、まあギア付きの、水車設置して、で、ここの場合はね、ちょっと電線がここまで来るともう見当たらないんで、まああそこには電線があるので、まあ、この電線に、つなげるような形、電線ありました、ありました、ここに電線ありました、ありました、これにつなげるような形ですね。ありました、すぐ近くにありましたので、簡単にできると思います。まあ、あちらの方から歩いてきたんですけども、こちらが、東条川の方です。で、こちら、廃屋ですね、老朽化されてほったらかしになっている建物。まあ木材だったり金属だったりの、回収地点ということになりますね。あとは東条川に合流しているこの小さな河川ですね。水どれぐらい流れてるのかな。ここ水の音聞こえますね。昨日も特に雨降ってなかったんで、まあ、この辺も河川の底を、まあ、コンクリート化していただきたいところですね。先ほどあちらから歩いてきたんですが、まあ、こちらは多分畑されてるんだと思います。だいたい5月ぐらいにならないと、稲植えたりしないと思うんですけども、こちらは耕作放棄地になってるんじゃないですかね。まあ、あちらの方まで、アスファルトを敷いてますんで、あちらの上の方もどうなってるのか、まあ、行政の方の方で確認していただいて、まあ、誰か、もう少し、植えてくれませんかということで、対応していただけると助かります。ここは加藤市です。こちらの建物、多分放置されてる老朽化した建物だと思います。まあ、こちらも金属回収地点ですね。まあ、あとは見渡す限り見渡しが良くてですね、まあ、家屋が点在しているような地域ですね。だから、まあ、こういうふうなところであれば各家庭で、まあ、かまど発電付きの、まあ、冬の越し方ですね。まあ、こういうふうなところの地域は家にこうガスボンベを、配達してもらってつけてもらって、まあ、1メートルだとか2メートルとかありそうな、ガスボンベですね、それを家の横に設置して、使用していると、まあ、そういうふうな部分で、どこかでね、こうメタンガスを抽出するようなところをどこかに設置して、
まあ、高速放棄地で良かったかもしれないですね。ああいうふうなところに、生ゴミとかを、捨ててもらって、メタンガスを抽出すると、そういうような形でいいと思いますよ。そうそう、あとそれと先ほど途中で、あちらの方で撮影してた時に、河川の底まで高さ、15メートルから20メートルぐらいあったと思うんですけども、最初の方に2つ目の橋のところで、その河川水門解析ダム、地下水流ストレートトンネル回転扉式発電の設置を言ってたんですけども、高さが15メートルから20メートルぐらいある地点に設置した方がいいかもしれないですね。そのあたりで多分大川瀬ダムのふもとまで、だから第1問目のところがいらない、だから直径5メートルの、水車などもいらないっていうような形になってきますね、その位置だと。まあ、高さとかしっかり測ってみなきゃならない部分とかあるとは思うんですけども、あのあたりの方が1問目の方がいいかもしれないですね。もう今昼、12時を超えてるんですけども、まあこういう風な場所で、こちらには、なだらかな水路がありますね。まあ、こちらの方もちょっと整形してもらって、中央の方に水が集まってくるように、で、まあ、高さあるところだけ、あちらとその手前のところ、水車の設置ですね。あちらから先はちょっとどうなってるのかちょっとわからないんですけど、まあ、河川に合流するようなところは同じように作ってもらったらいいと思います。一応まあバスが通ってますね。まあ皆さんがその車やめていただいたら、まあバスの便も増やせるんじゃないかなと思います。まあ周りの景色はこういうところですね。先ほどバス停の撮影をして、まあこちらも放置されてる建物と、多分タバコの自動販売機ももうこれも多分放置されてるんでしょうね。まあだいぶ金属手に入るので回収した方がいいと思います。ありましたね、鴨川ダム。あと3キロですね、もうちょっとです。あとまあこちらの建物も、多分老朽化してほったらかしになっている建物で、まあ鴨田発電用の木材とかたくさん集まりそうですね。車は置いてあるんですけども、タイヤとかを見る限り、まあ、こちらの方も、もう放置されてる可能性が高いですね。管理者の方がいらっしゃるのか、もうあちらの家ももう、ああいう風に、ツタが回ってきてるんで、多分人が住んでらっしゃらないんじゃないですかね。まあ、どうか調べてみないとわからない部分はあるんですけども、まあ、行政の方で、確認してもらった方がいいでしょうね。あちら、秋津子ども園で、あちらがまあ東条川なんですけども、ちょっと橋のところまで行って見てみますね、高さ どれぐらいなのか。まあ、この辺まで行くと、まあ、住吉橋という橋なんですけども、両サイド高低差があんまりないですね。あと横で右作ってらっしゃってますので、やっぱり朝、ちょっと前 岩石地帯のところ、あの辺りに高さ15メートルか20メートルの、水門を設置すると、まあ、そういうような形の方が良さそうですね。まあ、その後地下水流ストレートトンネル発電のところの長さ、50メートルなり100メートルなり、まあ、長さがまっすぐに、成形できそうなところ、まあ、そういったところに1問目の門の設置ですね。その方が貯水量が全然変わってきますので。先ほどの橋があちらなんですけども、こちら東条川で、その横に水路があって、晴れの日でもああいう風に水が流れてきてますので、あちら高低差ありますので、まあ、水車、2つ設置してみてはどうかなと思います。その後はこちらの方で、まあ、ある程度の大きさの回転扉式発電を設置しておいてもいいんじゃないかなとは思います。っていうのは、まあ、雨降った時ですよね、かなりの、量が見込めますので、まあ、もちろんギア引くと、発電できると思います。出口がどうなってるかですね。出口のところ、高低差がたくさんあったら、ちょっと見えにくいんですけども、
階段みたいになってますね。まあ今の場所はまあ成形し、上の方であの直角に落ちるような形にしておいて、平らにしておいて、で水車を設置、 あの辺の草を抜けてと、まあそういう風な形なら、発電見込めますね。周りの景色はまあこういう風なところです。まあ、住吉橋を考慮していただいた場所が分かりやすいかと思います。まあ、その次こちらの地点ですね、さっき撮影したのがあちらなんですけど、まあ、先ほどはあの辺りで、電線がすぐ上にあって接続しやすいんですけども、まあ、この辺りのところで、まあ、ここですね、高低差があるところ、あの辺りですね、それと、その先のところですね、あの辺のところとかも、まあ、もう少し整形して、両サイドを狭めた方が本当は発電しやすいでしょうね。まあ、その下にあの水車置くかどうかは、まあ、まずは手前のところまででいいと思います。下に落下してきてると、まあ、そういう地点ですね。まあ、あちらの方そこそこ水の、音が聞こえてますけども、まあ、河川の形状ちょっとこの位置からではわからないんで、ちょっと確認のしようがないので、まあ、音聞いてもらったらわかるかと思うんですけども、結構音が鳴ってると思うんですけど、ね、発車をちょっと整形して、段々になってるんですけども、ストレートになってくるような形にして、まあ、水車、それならギア比つけて、そこそこ発電できると思いますので、まあ、電車があちらにありますので、まあ、あちらに接続していただいて、あとはまあそのこの水路の先がこちらだと思うんですけど、まあ、あちらの出口、あの河川の出口のところも、まあ、同じようにするべきかどうか、それは先にもっと先の方に、2つ目の河川というものを設置して、水位がどれくらいの高さまで来るか、それがはっきりしなかったら向こうの方に設置するべきかどうかは定まらないんですけど、まあ、もうちょっと撮影して、そのあたりはっきりさせていきたいなと思います。まあ、先ほどあちらの方から歩いてきたんですけども、次この位置ですね、こちらはあの水車を置けば、発電できると思います。電線が、横から見ると、まあ、これぐらいまとまった水、雨の日だったら結構な発電が見込めるんじゃないですかね。で、まあ、落差のあるところで水車で、まあ、この先の出口の水のところは、まあ、向こうの河川のところ、東条川の方だと思います。あちらが東条湖だと思われますね。鴨川ダム、まあ、あの辺りですね。まあ、見に行こうと思ったらちょっと大変ですので、河川の方撮影しますね。あちらの方まで行こうと思ったらぐるっと回っていかなきゃならないと思うんです。まあ、この辺り農家の方たちが多いので、あの河川の両サイドからあの水がこう流れ出てきているところは結構あると思いますので、まあ水車式での設置ですね、そういった形にしておいて、まあこの辺りも河川の底どうなんでしょうね、岸壁地帯なのか水が抜けているのか抜けていないのか、まあなんとなく水が抜けていそうな気はしますね、どこかのところで。こちらがあの大川瀬ダムです。これが先ほどのあの東条湖なんです。まあ地図で見ると小さく見えるかもしれませんけども、まあ結構な距離歩いてきたところですね。でこの河川が先ほど撮影していた河川で、まあ東条湖であると、まあ、こちらもあの上流までこう河川がこう続いていて、まあまあ水が集まってきて、まあここでせき止めて、ダム化していると、まあこういうふうなところですね。もう少し先からこう登っていけば東条湖はどういう風なものなのか撮影することはできるんですけども、あの現在地が今、まあこの辺りなわけじゃないですか。で今はもう13時前なんですね。でこのまま、ずっと歩いていって、最低限、JR の滝野駅ぐらいですかね、
まあその近くかな、小野市の方まで行ったら、まあ神戸電鉄の方もあるかと思うんですけども、まあけど八代の方まで来たら滝野駅から乗っか八代町駅この辺りか、もう少しまあ南の方へ行って神戸電鉄の方を乗るかで帰らなきゃならないという形になってくると思うんですけども、まあ、一応滝野八代インターチェンジのところで、バス、高速道路のバス、中国自動車道路のバスに乗って帰ってくるという点もあるのはありますね。だからまあ、時刻表とかちょっとわからないんで、とにかく暗くなる前に歩かなきゃならないので、まあ、搭乗口まで撮影しに行くかどうかはちょっと今のところ未定です。あちら搭乗川、搭乗口に向かってとりあえず歩いてきてるんですけども、いいところ見つけました、晴れの日でもこれだけの水圧があると、まあ、下のあの丸い土管が、まあ、ちょっと邪魔にはなってるんですけども、水車片っぽに寄せるような形で水、まあ、車線上に、コンクリート、まあ、ブロックでもいいですし、そういったもので、道を変えておいて、この幅で、その下に水路、高さはまあ1メートルぐらいはあると思いますんで、水の量結構あるんで、ギア比つけてあげたら結構発電できると思います。ですぐ上に、電線通ってるのでつなぎやすいと思います。であともう一つあちらの方ですね、あの奥のところ あちらも高低差結構あるので、あちらもね水車型で発電して、でこの水路の河川に合流するところの一番端のところで回転扉式の発電でいいと思います。まあ、先ほど撮影していた場所は、あの辺りなんですけども、こちらもちょっと音がしてるんで、多分この下が高低差があるような形になってると思うんです。ちょっと草木で見えにくくなってますけども、まあ、ここも、範囲を狭めるような形で、その段差のある手前のところで、まあ、半分ぐらいの片一方に、水が寄るような形で、水車を、ギア比付きの水車を設置で、すぐ上に電線があるのでそこにつなげると、まあ、こういうような形ですね。先ほど撮影したのがあの辺りなんですけども、すぐ、20メートル、2、30メートルぐらいのところに、またこういう地点があります。でこちらは、まあ底の方を削るか、その上を、高さ揃えるような形で、まあ、左の方に、高さ、こちらの方の高さと合わせてもらって、で、まあ、少し水路を、ちょっと、こう、片一方に寄るような形で、晴れの日用に。まあ、だから、コンクリートブロック、高さ10センチ程度のものでいいと思いますよ。それで、まあ、端の方に寄るような形で。で、水車を、設置していただくと。まあ、電線はすぐ近くにあります。もちろんギア比付きです。先ほどの地点があちらで、その次の地点がこちら。まあ、同じような、状況ですね。で、作り方を、電線はあります。まあ、先ほどから、まあ、坂登ってきてるんですけども、この辺の木もそうなんですけども、中が、空洞化が始まっているところが多いですね。でこういった街路樹って基本的にこういう風な形になっていきますんで、植え込む必要がないんですよね。で育ってきたら育ってきたで、こうここのアスファルトのところが盛り上がってきたりするんですよ。で盛り上がってくるほどのその根っこの成長する力もないっていうことは、中は空洞化してきて、まあ、いずれ倒れてくると、まあ、こういう風なことになってますので、こういったものもまあ、かまど発電用にということになってきますね。もう全体的にもう全てそうですね。その次、先ほど、坂上がってきたところなんですけど、こちらも水の音も聞こえるんで、多分段差あると思うんですよね。だからまあちょっと草木刈って、もちろん鎌とか、ガソリン使用しないで、もうハサミでもいいと思いますよ。あとのこぎりで、まあ、水車設置してもらって、まあ、電線がすぐそばにあるんでね、そういう設置しやすいところを逃さずに。あと、まあ、この木は完全に、ほぼ枯れてますね。もう5月手前ですよ。これも鎌田発電機用の木材。本当にもうものすごい量がありますね。
ソーラーパネルが置かれてまして、この辺りが、登場湖、鴨川ダムですね。で、老朽化して放置されている建物です。副住層というところですね。金属はもったいないので、しっかりと、回収していただけたらなと思います。まあ、登場湖自体はあと200メートルぐらいのところのようなんですが、まあ、この辺りも耕作放棄地みたいな形になってますね。まあ、この辺も、まあ、鎌田発電機の、木とかがたくさんありますね。ああいうふうなツタとかもそうですね。最初の松ぼっくりとか小さなもっと細い枝からの種火用のああいったツタ利用して、で先ほどのああいうふうな枯れてる木に、引火させると、まあ、そういうことですね。登場湖です。もう少し向こうまで行ってみますね。あちらから歩いてきたんですけども、副住層のすぐ近くにこういう風な、解体対象の家屋と、あと金属回収地点、まだあんまり錆びてないので、あと向こうの方、この建物その向こうにもこういう風なものがありますんで、金属、回収しておいた方が良さそうですね。観光旅館、東条グランド赤坂というところがありますね。営業されてるみたいです。で、まあ、気がついたんですけども、まあ、こちらはまあ通報というような形になるんですかね。まあ、自動車メーカーとかは回収してくれたらいいと思うんですけども、持ち主を探してもらって、ワイパー見てもらったら分かる通り錆びていて、車から苔が生えてると。まあ、もうこういうような状態はもう完全に、長年の放置自動車ですので、所有者の方いらっしゃらないと思います。まあ、車の軽トラはどうか分かりませんけども、こちらも調べた方がいいかもしれないですね。もう多分放置で止めてそのまま置きっぱなしにしてるんだと思いますよ。で、この隣の家屋、こちらも放置の家屋ですね。まあ、中にいろいろ金属とかあるみたいなので、こちらもしっかりと解体してもらった方がいいと思います。で、それと、登場湖、まあもともと河川をせき止めてダム化してますので、こういうふうに流木が流れてきています。こういったものもしっかりと、回収して、まあ、蒲田発電、そのどうなんですかね、そのこちらの登場湖の、ホテルの方でその、まあ、薪ストーブもしくは、蒲田発電みたいなものもしてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、天日干しするのにその辺に置いておけばいいでしょうから、薪とかも集めやすいと思います。あと向こうの方に遊覧船とかもあるんですけども、あれもほったらかしになってるんじゃないですかね。まずこの辺りあんまり人来ませんので、今日土曜日なんですよ、4月下旬、ゴールデンウィークの手前と言いましょうか、もうゴールデンウィークに入ってるんですかね、人によっては。で、まあ、あちら隣に、隣というか、すぐ近くに、おもちゃ王国というところがあるんですけども、観覧車も置いてません。まあ、あちらも今どうなってるのかわからないんですけども、すぐ近くに。あれでいいんじゃないですかね。あの大きな遊覧船も、金属の回収として回収した方がいいと思います。登場湖鴨川ダムなんですけども、近畿農政局鴨川ダム管理分室となってますね。こちらの方から、鴨川ダムです。ごゆっくり散策をと書かれていますね。ちょっと行ってみます。まあ、こちらが鴨川ダムの、登場湖案内図ですね。まあ、一時停止とか押してもらって読んでいただいたらなと思います。まあこちらが、まあ、先ほど、東条川の方から、撮影していた、鴨川ダム、まあ、東条湖 の、 堤防の部分になるんですけども、まあ、深さどれぐらいなんでしょうね。まあ、けどこれが溢れかえるようなことはちょっと想像がつかないですね。まあこちらから下の
河川といいましょうか、まあ、上流場、上水、上流場というか浄水場があるんだと思うんですけど、あちらの方が、まあ、それでああいうふうに、横から、流れ出てると、まあ、あの辺りに発電機がついてるかどうかなんですよね。まずあちらに水が流れ込んできてますよね。でこう経路を通ってああいうふうに流れ出てると、まあ、もし発電機がついてなかったら中につけるのが困難だったら外の方に、水車型の、ギア比付きの、ものを、設置すると、まあ、結構な水の量が、流れてきているように思われます。まあ、周りの景色はこういうふうな形ですね。まあ、向こうの方まで山という状態ですね。ちょっと時間があったら、おもちゃ王国が閉鎖されてるか閉鎖されてないか見に行ってみようかなと、今思っています。お弁当は、作って持ってきてたんですけど、割り箸を持ってくのを忘れたんですが、そちらの東条グランド赤坂さんで、割り箸をいただきました。1本いただけますかと、お願いしたところ、気を利かせていただいて、2本渡していただきましたね。まあ、もしこの辺りで何か災害が発生した時の避難地として、残しておいたらいいんじゃないかなと思います。それでは、今から、現在時刻約13時30分頃なんですけども、今から昼食にします。気になって来てみたんですけども、営業されてるみたいです。遠くから見ていたからわからなかっただけで観覧車動いてますね。ということです。東条湖おもちゃ王国、営業をされています。結構車来ていますね。多分まあ今日からゴールデンウィークの方はゴールデンウィークなんだと思います。4月の下旬の土曜日です。末の方ですね。あちら東条湖なんですけども、あちらが、おもちゃ王国さんで、まあ、こちらの方なんですけども、多分放置されている建物ですね。まあ、金属回収地点ということにもなりますので、まあ、できるだけ金属回収して、まあ、コンクリートはもうこの場所に置きっぱなしでいいんじゃないですか。まあ、何かそこから先使用用とか出てきたら使用するという形で、で、まあ、途中の街路樹も鴨田発電機の木とかもあるんですけど、こちらの木もそうですね、もう倒れてくるのもいずれの問題だと思いますよ。もう4月下旬まで来て葉っぱが1枚もついてないということは、ね、完全に枯れてると思います。で、あとこちらの建物ももしかしたらというか、まあ見た目的にはもう完全に閉館されてるんじゃないでしょうか。まあ金属も回収したりできますんで、対応してもらった方が、良いかと思われます。あとは気になるのはあちらの木ですね。まあ、バスが通行したりとかもしてますんで、下の方から、空洞化が始まっているので、まあ、台風の時とか、台風じゃなかったもいずれ折れる可能性がありますんで、まあ、鎌田発電用に、まあ、伐採していただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、レストラン、コーヒーレストランの横は何かボートとかをメンテナンスしてるところなんですかね。まあ、その辺のところはちょっとよくわかりませんが、あとはこのお土産物屋さん、憩いと書かれてますね。まあ、こちらの方も特に空いてる様子はないんですけども、まあ、ゴールデンウィークに入って空いてないっていうことはもう閉鎖されてるんじゃないですか。あとこちらもそうですね、古めかしい建物、まあ、いつ解体してもいいと思うんですけども、まあ、もう畳もああいう風に並んでいて、で、まあ、かまど発電用の、木材と、あとはちょっとした金属を、回収するような形になるんじゃないかなとは思います。多分もう誰も、管理者の方がいらっしゃらないんじゃないでしょうか。で、先ほど見て気がついたんですけど、まあ、薪がたくさんあると。
見えますかね、薪が、あのあたり。まあ、まあ、あの、もともと暖炉とか、そういったことで使用されてたんですかね。まあ、作りを見ると、まあ、年季の入った、建物でしたが、あと放置していそうなのはこちらの建物ですね。まあ、ツタとかだいぶ生い茂って、まあ、誰も住んでらっしゃらないとは思います。あと管理者の方がいらっしゃらないの、いらっしゃらないんだとは思います。まあ、レイクハウスと書かれてますが、まあ、行政の方で一度調べてもらった方がいいと思いますね。まあ、この辺もそうですけども、この辺りもだいぶ枯れてるような木ですね、一部分で。その周りにこうツタが巻いてるのかな、ちょっとだけ葉っぱがついてはいますけども、まあ、これもいずれ折れると思いますよ、ああいう風に。とりあえず、車が通る道路の両サイドのところで、あ、もうこの木ダメだなって思われる木っていうのがたくさんあって、そういったものを、伐採して、まあ、かまど発電用に回していただいたらなと思います。まあ、おもちゃ王国さんもかまど発電してもらったらどうかなとか思ったりもしますね。世界ですから手で持っていけると思いますんで、まあ、ある程度の大きさは、まあ、電力製のチェーンソーとか使ったらいいんじゃないかなとも思いますけども、まあ、ここまでね、あの学生さんに、まあ、野球部の人たちとかに斧を持って木を切りに行ってほしいとかまでも言うのもちょっとあれですんで、その歩いてくるには一応、まあ、けど近場の駅プラスバスで、あとは2時間ぐらい歩いたら十二門に到着できますんで、バス降りてから、まあ、私撮影しながらここまで来てますんで、まあ、1時間半ぐらいで来れるんじゃないですか。それでは、東条川に戻ります。まあ、あちら、池があります。東条港のすぐ近くなんですけども、まあ、先ほど、あちらの道のこの横のところに、小さな溝のところで段差のあるところ水車を、設置してっていう話をしてましたけど、まあ、あ、こういうふうな形で、池のところから歩いて の水量になったら池から水が流れ出てくるような形になってるみたいです。で、こちらの方にも、水路がありますね。まあ、こちらの方は東条港からですかね。まあ、結構な水の量が向こうの方に流れていってますね。ちょっとあちらの方道わからないので、東条港の道の方に戻ります。音聞いてもらったらわかるかと思うんですけども、結構音が鳴ってる。な形にして、まあ、水車、それならギア比つけて、そこそこ発電できると思いますので、まあ、あとは、まあ、そのこの水路の先がこちらだと思うんですけど、まあ、あちらの出口、あの河川の出口のところも、まあ、同じようにするべきかどうか、それは先に。まあ、先ほどあちらの方から歩いてきたんですけども、次この位置ですね。こちらはあの水車を置けば、発電できると思います。電線が、横から見ると、まあ、これぐらいまとまった水、雨の日だったら結構な発電が見込めるんじゃないですかね。で、まあ、落差のあるところで水車で、まあ、この先の出口の水のところは、まあ、向こうの河川のところ東条川の方だと思います。白い鳥がいましたので撮影しておきました。まあ、昔はあの吉兆という形で、まあ、表現されていました。